こんにちは、あるいはこんばんは、ユアンド委員長です。はい、今日はね、とてもいい質問ですね。質問来たので、答えていきたいなと思います。質問言えます。ゲロリンがめちゃくちゃ顔小さくなった施術って普通の小顔矯正ですか？カービングや頭蓋骨矯正などもしているのでしょうか？ということですね。はい。残念なことに、年齢と性別が書いてないので、ポイントにはなりません。申し訳ない。で、これなんですけど、これに関してはですね、もう複合的な内容で施術してます。一般の患者さんとはちょっともう違う。時間が限られたりとかするので、必要なものを必要なだけやっていくっていう感じが多いですね。僕ね、計画的にやってて、これがこう、ゲロ君の顔が小さくなったって伝わってる事実。これが一番の僕は喜びなんですよ。で、いや、かっこいいでしょ。今、とってもかっこいいと思わない。もうアラフォーになってるんですよ、あの子は。わかります？なのに、どんどんかっこよくなってる気がするの。昔よりかっこいいと思ってる、俺は。ね。で、ちょっと順を追って説明しますけど、YouTube でコラボした時は多分、そのカービングとかです。あとは口内ブーストとかをやってるんで、最初のやつはね。実際に通い出した時って、ゲロ君っていうのは、こう輪郭が丸い感じです。丸顔なんですよ。で、丸顔で、で、顔にものすごい肉がつきやすいっていう悩みがあった。で、これをまずですね、ほんと半年から1年近くかけて、丸をこうやって縮めてたんです、横で、痩せたとか整形疑惑が出たっていうことで、肉腸モランマの2020年5月ぐらいですかね、整形疑惑が出たみたいなやつで、もうその時点では横の尺寸を縮めていって、このエラ周りとか丸顔を丸くさせない面長にしていく施術をかけてました。で、これは痩せて見えるようにっていう、これに関してはもう頭蓋骨矯正ですね、はい、骨格を狙わないとちょっとできない施術で、そこである程度痩せた後に何をしたかというと、こっから加齢が進んでいくので老けて見られたくないんです。僕個人的な意見です。これは人間って幼い頃っていうのは顔がギュッと縮尺したような感じなんですよ。こっちの方が長くてこっちがもっとギュッと縮んだような状態、これが幼い子供の顔の縮尺、こっちがある程度横が縮んだので次縦を縮め始めたんですよ。上顎、この前はね一応上げる、要するにね今結構流行ってんだけど、その整形でここの人中縮小、これを縮小する施術が頭蓋骨矯正、小顔矯正 GO っていうメニューの中であって、それをより効果が出やすく分かりやすくなるようにちょうど研究した結果、それをゲロ君にかけていったんです。で、こっちを縮めた後に、今度ここを縮めていったんです。縦の縮尺を。そうすると、何が起こるかというと、幼くなったように見えるんですよ。で、当然、アラフォーのおじさんが幼いわけないんですけど、印象的に、その顔を知ってる人は、若返ったっていう印象を持つんです。だんだん顔って間延びしていくんですけど、そうならないように逆方向に生かしたんですよ。まさに俺の狙い通り、若返ってるって言われる意見が出始めた。もう計算通り、計算通りです。ありがとうございます。そこでこの縦を縮めていって縮尺を変えていって印象を変えたんです。だからパッと初めてゲロコン見たら、まあ、ただの近所ひろきなんですけど、前からゲロコン知ってる人にとっては若返ったゲロということなんですよ。これは狙ってやりました。正直ここは完全に狙ってやりましたね。で、狙い通り世間の皆様にそう伝わったのがすこぶる嬉しいです。ありがとうございますということなんですね。で、小顔矯正のその GO、まあ、の中の頭蓋骨矯正って言われてるんで、うちらはコンプレッションって呼んでる施術なんですけど、それって、まあ、4箇所できるんですよ。この鉢って外周、頬骨、エラ、こう縦尺と、はい。で、これ全部やってもやんなくてもいいんですね。例えば顔が細長い人がこのエラを縮めちゃうとより細くなっちゃうじゃん。細長く見えちゃうから、それはこっちをやんないでこっちをメインで狙うとかね。はい、その都度都度こう選んでもらうんですけど、それを、まあ、ゲロ君はいやってくださいっていう感じなので、自分で勝手に顔面をプロデュースしてました。あと一定して今顔に肉がつきづらくなったんですよ。施術効果だと思うんですけど、で、例えばそのライブ前とか直前だったりすると、もっとより今すぐ際立ってシャープな顔にするって目的で
あのカービングの準備とかも常にしてます。ライブ会場とか行くときはそういうのも準備してます。声出しやすくするのも当然なんだけど、俺の一番メインの仕事それなんだけど、やっぱりこうビジュアルがやっぱ切れてる方がかっこいいじゃないですか。やっぱ最近ほんとさ、ライブで俺しょっちゅうさ、現場でこう見るけどさ、かっこいいんだよね。はい。なんかこう顔とかがさ、シャキンとしてて、でこう、おちょけをした後にこの、かっこいい感じで曲に入ったりとかするじゃん。だからあのギャップでみんな燃えちゃうよね。タレントさんとか、こう、そういう人は、その時間内で望む結果にどう届かせるかっていうのが、まあテーマになるわけよ。でそうすると、ピンポイントにここだけやるとかそこだけやるみたいな、そういうのもたまにあるんですね。で一般の方は相談をしてくださいっていう感じです、スタッフに。もちろんね、あの全て教えた技の中からやってるんで、たまに研究中のものをとか、あの講習会とかで教える前のものをやってたりするんだけど、基本的にはあのスタッフができるのと同じことを僕はやってて、でその時間、やれる時間に合わせて施術を凝縮したり省いたりするっていう可能性があるんですよね。で来てる患者さんは自分がどうなりたいのかっていうのをしっかりと伝えた方がいいです。具体的にあればあるほど、技がなければ僕のところに届いて、僕が技を開発してあなたへお返しするんです。なのでもうどんどん言った方がいい。特にですね、このカービングっていうのは、そんな基本的にマメにやるもんじゃないので、あんまり押してはいないんですよ。対処療法で今結果を出しました。で、その日が一番結果が出る状態で、徐々にやっぱりむくみが出る人は戻っていっちゃうんで、それよりも口内ブースト、中からこの筋肉を活性化させて巡りを良くして、無駄な老廃物を溜め込まないようにして、シャープに自分でできるようになるんで、そっちをやってればカービングっていうのはほとんどやる必要ないです。思ってること、自分がどうなりたいと思ってることを相談するのが理想の結果に対する近道なんですよ。なんでなるべく相談する、なるべく細かく言う、技がなければないって言ってくれるんで、それ院長に相談しますってうちのスタッフは言ってくれるんで、はい。そうするとこう、そんなことないもんみたいな、はい。本当やっぱね、男性目線と女性目線全然違うから、本当びっくりすることが多くて、でそのおかげで新しいこと考えられるんですよ。特にやっぱ顔の理想って千差万別で人それぞれあると思うんで、僕としては新しい研究のネタをくださいっていつも思ってます。そのゲロップに関してはもっと華麗で見た目がおじさんになっていくっていうのを、もうあの年齢を通り過ぎた私なので分かっておりますから、はい。それに抗う施術をかけて、やっぱ人前に出る人だから、やっぱよりかっこよく、いつまでも若々しくっていうのをテーマに勝手にプロデュースしてます。あとやっぱりね、肉食ものメイクやってるエムズの、エムズのリンク貼っておきますが、松本さんね、仲がいいんですよ。その松本さんがメイクを担当してる、エムズがメイクを担当してるとこだと、ここをこうこうこうなりますかっつって人が紹介されてくるわけ。でメイちゃんとかもそう、最初はこここうなりますか、こういうの言われて、その通りに、それ一瞬でできる場合もあるし、ちょっと時間かかるよっていう場合もあるんだけど、でそういう状態にしてまた戻していくわけよ。でそうするとメイクのキャンバスを作ってる、でメイクが乗った、だからゲル君がかっこいいって押すっていうのは、もうメイクさんのおかげやって、そう思ってくれるのはメイクさんのおかげやって言ってるけど、土台のキャンバスは俺が作ってるって感じで、素材はゲル君、キャンバス作り、絵を描いてる絵娘って、はい、そういう感じ。メイクする人の意図を組んだ状態でやってるのと、若返りを計算してやってるのがちょうど噛み合ったので、今そのように思っていただけたんだろうと思います。っていう感じで見てる人いると思うんですけど、本当にね、こここうなるのかな、ああなるのかな、ただメニューを一回受けるっていうんじゃなくて、もっとこうなるだろうか、ああなるだろうかっていうのがあれば、特に GO って23,000円 ?4,000円なのかな、今。整体院で払うお金としては結構高価なものなんで、それを受けた結果、もっとこうなるかああなるかっていうのがあれば、ぜひ言ってください。それは不満じゃないんです。新しい我々の成長のチャンスなので、ぜひ言ってください。はい。それに合わせて足りないものは開発をしたいと思うので、形的なもので気になるところがあったら、ぜひ言ってくださいということです。ご理解していただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。